わっしょ下町探偵団源さんです。人形町今半、今日は人形町に来てるのだ。以前人形町の東西南北歩いてみるって言いながら、なんかあんまり歩いてない気がするんで、ちょっと東の方、東の方はね、一応歩いたこと歩いたんだけどね、まあちょっと見せたいもんもあるんで、この間だいぶ前かな、あの東の方をちょっと歩いた時に行かなかったとこまで行ってみるのだ。人形町今半さ、本当にこの惣菜店とかってさ、2店舗あるんだけどさ、なんだかね、惣菜結構人気あるのかね。あれ何通りっつの、人形町通りっつの、水天宮の方から来る道分かりづらいなそこにも一個惣菜店あるんだけど、そこすごい人気で、そこが人気あるからもう一回ここにも作ったのかね、でここら辺はまあ普通に森の園とか、柳屋とか鳥田だとか、まあつづれ屋も有名だよね。ここら辺まではなんか歩いたような気がするんだよな。だからまあパーッと、ここは焼き鳥とか卵焼きうまいよね、親子丼、親子焼き、卵焼きの他に、卵焼きの中に鶏肉が入ってる、親子だから親子焼き、これはうまいなあ。あそこの、この辺までや、もうちょっと歩いたかな前回、まあ、前回ってもかなり昔だからな、まあいいか。ここも有名だよね、このうなつのスケロク寿司っていうの、お稲荷さんでいいのかな、ここのお稲荷さん美味しいよね。うん、やっぱこれも歩いた気がするな。笹新、嵐山高三郎とか、太田和彦が絶賛したという、あれ太田和彦でいいんだよな、名店、まあそれ、その二人が絶賛してから有名になったのかな、多分歩いてるな、ここ茶金寿司、関寿司、関山の茶金寿司が有名っていうか美味しいよね。有名でいいのか、まあ美味しいことは美味しいんだけどさ、あおせちのシーズンか、茶金寿司、茶金寿司ないね、見えないかな、なんかね、お寿司をね、卵の錦糸卵っていうのかな、薄く伸ばした卵焼きでくるんである、美味しいんだよね。九助、小川と九助っていうのはやっぱりあの焼き鳥重とはね有名だよね。わしはちょっと小川のが好きだけどな。お、今からやるのかな、草加屋、草加屋ってなんだっけ、千部屋だっけ、ここもなんか聞くよな、まあとりあえずここら辺は、ここら辺から喋ってないかな。こっから先はね、鳥火山もなんかお客さん結構入ってるけど、なんかチェーン店っぽい感じで、あんまり、まあ行ったこともないし、まあ行く気にならない、ならない。ああ、こういう店ができたんだね。洒落てていいね、こういう店も。
焼肉イタリアン、まあ来たことはないんで批評ができないね、あ、ボンミね、多分今日一番はボンミかな。ボンミっていうのは懐石料理なんだけど、結構狭くてね、10人ぐらいしか入れないんじゃないかな。だけどね、懐石料理としてはもうめちゃくちゃ有名、天下一品。あと意外とこの家の作りの意味がわからん。多分家本体は奥なんだけど、ずーっと手前になんかトンネルみたいにして入り口が伸びてる。なんか作り直すんだろうね、きっとそのうちと思いつつ、結構長いことこのまんまなんだけど、こういう手作りのなんかとか、そういう和のもの多いよね、手作り工房。あー、日進坊の本社、前はここ通った時 SS 製薬とか間違えて行ったような気がする。まあ日進坊です。見ての通りに進坊と書いてあります。なんかあれだね、平日の昼前だからかね、のどかだね、ここは信号ないのか、渡っていいのか。こっちが信号だね。で、まあここら辺も何回か通ってるからな。まあ武蔵坊弁慶の像がいると、まあ、中村座とか芝居小屋が多かったせいで弁慶さんにまつわる芝居も多いと、まあ、そういう理由で作ってあるわけだな。ここね、美味しいんだよ。豆大福も美味しいけどね、結構季節ごとのね、なんか和菓子があってね、今の時期だと栗なのかね、新栗って書いてあるね。銀座の和菓子の名店って言い方がいいのかな、あ、やぶだ、あれここだったかな。人形町ってややこしいんだよ。浜町のやぶと人形町のやぶがあって、どっちかが超有名なんだよね。こっちがあれだと思ったな。まあここはね、人形町じゃない、浜町ね、浜町のやぶ。浜町のやぶは三大やぶにはなれないけど、4台か5台だったら入れるぐらいうまいぞみたいな名店じゃなかったかな違ったかな。まあもう人形町ずっと歩くって言ったけど、まあ、隣町浜町まで来ちゃったね。ていうか浜町に行ってそこでゴールにしたかったんだよ、私は。ちょっとね、見せたいもん、さっきも言ったけど見せたいもんあるんで。お、明治座もさ、でっかいビルになっちゃったからね、なんかイメージ違うよね。昔を知ってる人からすればね、ここは
何通りだっけ、江戸通りだっけ、清澄通りかかな、うん、こんだけのさ広い道が全部さ一通っていうのがちょっと不自然だよね。まあだけど人形町浜町のあたりって結構一通多いんだよね。まあなんだろうな、大阪とか結構広い道路でも一通だったりするからなんか一概には言えないけど、ここは対面でもいいんじゃねえかな、さてちょっと早かったかな、ちょっとね見せたいもんがねあると言いましたが、なんだこの人も青にならないぞ、なんであっち青なんだ、なんだろう時間差だね、不思議不思議。まあでも浜町の人形結構来てるよね、なんかここのなんだホテルなんか紹介した覚えがあるもんな、これはなんだ、ここ青だよね、スクランブル交差点なの一応、ちょっとよくわからん。はい、でさっきからちょっと見えてますがここです。ちょっと早かったね、ここのね紅葉をちょっと見せたかったんだけど、いい感じのイチョウ並木があって、もうちょっと経つと真っ黄色になるんだよね、これが見事に綺麗になるんだけどね、ちょっと早かったです。最近は紅葉って言わないんだね、イチョウみたいな黄色い葉っぱのやつは紅葉っていうのはね、まあでも辞書見ると両方とも紅葉でいいって書いてあるからまあどっちでもいいような気がするけどな、なんかでもまあイチョウがの葉っぱがもう落ちて秋を感じるような雰囲気にはなってるでしょ。ちょっと早かったけどまあまあイチョウ並木を満喫できると思うよ今でも、もうちょっと経ったらもっと満喫できるかな。でここをまっすぐ行くと浜町公園、お父さん朝からベンチ座ってアルコール飲んでご機嫌だね、こっから先が浜町公園なんだけど、浜町公園もね意外とねなんかイチョウが多くてねイチョウ並木が綺麗なんだよね、ちょっと奥の方がベンチとかテーブルとかあってくつろげるようになってるんだけど、夜でも来れるのね、で夜なんかちょっと明かりつけてみんなでご飯なんか食べるときイチョウがね今の時期もう綺麗だから真っ黄色な空間でみんなでディナーとかもいいと思うよ、なんだろうねここに黄色いのはみんな一応かね違うかわかんねえな、でもなんかここら辺私が今言ったのはここら辺、ここら辺の広場にあのテーブルとか椅子があるんで、で一応点在してるんでいいよって話ね、まあいいや、とりあえず見せたいもんは見せられた、ちょっと時期早かったけどそういうことで。